はい、こんにちは、吉井です。いかがお過ごしでしょうか。今回ですね、ジッパーの耳というかこの端っこの処理についてですね、ご紹介したいと思います。ポーチとか作るときって、ここをこのように折って縫ってくださいねみたいなこと、僕の動画でもそのようにご紹介してるんですけれども、こう折って手縫いで縫ってくださいとか、あとミシンでね、三角形にこんな感じで縫ってくださいっていう、これ結構めんどいんですよね。だからってこれをやらずに作っちゃうと、ポーチの角のところが膨らんじゃったりとか、いびつになったりするので、この処理ってちょっとした方がいいと僕は思ってるんですけれども、もう少し簡単にできないかということで、面倒くさがり屋の僕がちょっと思いついたやり方があるので、それをご紹介したいと思います。僕のねやり方でやったやつ、これなんですけど、もうきちんと折れてますよね。これね、どうやってやったかっていうと、これです。ハンナコテ、僕のね YouTube チャンネルでもよく登場するコテなんですけれども、僕のやり方なので自己責任やってくださいね。僕も自己責任やってるんで、やけどしないようにしてくださいね。何をするかというと、まあ、単純なことです。こう溶ける原理を利用してくっつけるっていうだけなんですよ。で、今ここに隙間ありますよね。でここに差し込んで、要はここのジッパーのこの生地を溶かすんですよ。溶けてる状態の時にグッと押さえると、まあ、乾燥してくっつくっていう単純なその原理を使っただけのことなんですけど、慣れてるんで素手でやっちゃうんですけど、まあ、こんな感じでピンセットなりにいっていただいて、ここの隙間にですね、ちょっとこうコテを入れるんです。こうやってコテを入れて、でグッと押さえるみたいな感じでやるんですね。僕素手でやりますけど、皆さんはあの素手でやらないでくださいよ。ジューッとつけてもらって、このような感じで、ここはついたんですけど、このここがついてないじゃないですか。ついてないところを気になるときもう一回差し込んで、でグッと押さえてやるみたいな感じ、こんな感じですね。で反対側もこうってこうですよね、の間にちょっと挟んであげるんですよ。でこう押さえるみたいな、そうするとほらこうやってくっつくみたいな感じです。あのピンセットで挟んで本当やってください。何回も言いますけど、あの火傷しちゃうといけないので、ピンセットで挟むなりしていただいて、でこの間に差し込んでギュッとするみたいな、こんな感じ、はい、できました。こんな感じですね。で反対側はあんまり処理することないと思うんですけど、したい方は同じようなやり方でできると思います。でここのあのひだひだが出ちゃってるじゃないですか。中に隠れるからいらないんですけど、あの別にいいんですけど、気になる方はね、ここをこうカットして、コテでカットしていただくと、こんな感じに仕上がります。あのこう当てて切るときはですね、ガラスの板とかに上に置いてやっていただくとやりやすいと思います。ぜひ参考にされてください。